西ヨーロッパの大聖堂建築。西ヨーロッパの大聖堂建築とは、西ヨーロッパに典型的に見られる、西方協会の大聖堂の建築と内部の構成の解説である。なお、西ヨーロッパの大聖堂にも、それぞれ個々の建築歴があるので、以下の記述は、一般的なものであり、すべての大聖堂の建築構造に当てはまるわけでは、ない。東方教会。 正教会のものについて、東、ヨーロッパ、中東のものについては、ビザンティン建築、東欧諸国のビザンティン建築、ロシア建築を参照。西ヨーロッパの大聖堂を平面図に表すと、ほとんどの場合、新郎、東西と、翼郎、南北が交差して十字型を描く。翼郎は大きく突出しなかったり、例、洋ク大寺院、側廊の向こうに突き出さなかったり、 例、アミアン大聖堂する場合もある。通常、中心線は東西方向に置かれる。外装においては西の正面に、内装においては東の端に重点が置かれる。境界や大聖堂のすべてが厳密な東西軸を堅持するわけではないが、その場合においても西が入り口で東が奥という条件は守られる。通常は外観に、 髪型へと伸びる顕著な特徴がある。ドームであったり、中央の塔であったり、西の二つの塔であったり、あるいはシュパイヤー大聖堂のように、東西両端に塔がある場合もある。塔には、ピナクル、小銭塔や、スパイヤ、戦闘や、小さな円外が付属している場合がある。西正面は、外観で、最も装飾的な部分である。行列正解入り口の数は三つが多く、 彫刻や石のトレサリーで華やかに装飾されている。ファサードの中心的存在は、バラ窓などの大きな窓、印象的な彫刻群である。しばしば二つの塔がファサードを縁取る。大多数の大聖堂には高くて広々とした振動がある。振動の両側は、アーケードを境にして、下の側楼と分けられる。ゴシック様式の大聖堂では、 神労と側廊の屋根の高さの差の部分に、クリアストリー最高用高窓が設置され、そこから、光が差し込む。ハーレン教会、ドク、ハレンキルヘのように、側廊が神道と同じくらい高い例もある。多くの大聖堂は両側に側廊を持つ。パリのノートルダム大聖堂は二つの側廊とチャペルの列を持つ。浴廊は大聖堂の腕の部分にあたる。修道院を基盤にした。 イギリスの大聖堂は、しばしば二つの欲望を持つ。神道と欲望が交差する部分は、クロッシングといい、上に、フレッシュ、フッツスと呼ばれる、小さな戦闘やドーム、特に、イギリスでは、大きな塔、戦闘はあったりなかったりするがを載せていることがある。塔端は、大聖堂の建築では、最も多様性を示す部分である。内装では、塔端に、チュアリがあり。 大聖堂の祭壇が設置されている。建物の中心部分であり、十字の長い方の腕に当たる部分である。信者の集まる部分は、神老という。ネイブ、神老という用語は、船を表す、ラテン語から来る。大聖堂は、人生という嵐の中、神の民を運ぶ船を象徴している。付け加えるならば、大きな教会の高い木造の屋根は、 船の胴体と同じように作られる。振動は速楼によって両側から補強され、側楼はアーチなどの柱を境に振動と区別される。側楼のおかげで、振動が信者で一杯になった時でも人々の動きは妨げられない。振動と側楼は内部の壁を強化して、石で作られた大聖堂の高い屋根を維持する。内人障壁、クワイアスクリーン。 内人寺切りとも言うは、中世後期の教会建築に一般的に見られるもので内人と新郎とを分ける。内人障壁の上は功労と呼ばれる上階になっていることが多く、そこに十字架が置かれる。十字架にはキリストの大きな貼り付け像が掲げられ、通常はアーチの基境点の高さに合わせ見上げるように据えられる。功労には階段から出入りが可能で、時には 聖火体積としても十分なほど広い。十字架の脇にはしばしば、聖母、マリアや聖ヨハネの像が添えられる。テンプロン、イコノスタシスを参照。振動の聖誕に向かって、聖水盤が立っており、そこでは、バプテスマ、洗礼、新礼の儀式が行われる。板は入り口に向かって設置されるが、それはバプテスマが、教会の共同体への入会を意味するからである。 神道の正面を向いて立つのが聖書台で、そこから聖書が朗読される。多くの教会の聖書台は、和紙の形をしており、広げた翼で聖書を支えている。和紙は、死と、ヨハネのシンボルである。神道の設備で3番目に、重要なのが講談であり、そこから訓話が解かれたり聖書が読み上げられたりする。公団は、 大遺跡か木で作られ、簡素な作りの場合もあれば非常に精巧な彫刻が、説教を表す場合もある。講談はしばしば翼を持つ男性、ライオン、お牛、鷲紙で飾られるが、これらはそれぞれ福音書を書いた人物のまたい、マルコ、ルカ、ヨハネを象徴する。大聖堂で2番目に、重要な区画は、礼拝が行われ、男性や少年による、合唱隊、聖歌隊により、 聖火が歌われる場所であり、この部分は、クワイア、聖火体石、コワイア、コーラスと呼ばれる。クワイアは、通常、祭壇のある三口あり、聖域と神道との間に位置し、内陣の西側部分にあたる。神道の東側部分に置かれることもある。神道からは装飾された木や石の高い仕切りで区切られ、その上に、オルガンが置かれる。美しく彫刻で飾られた木の席は、 ストールと呼ばれる。司教座は必ずこの区画に位置する。クワイヤの向こうはサンクチュアリであり、生体配慮のパンが封建のため祭壇や生産台に置かれる。サンクチュアリとは、聖なる場所を意味する。現代の英語で、サンクチュアリーは、避難場所、安らぎの場という意味をも表すが、これは、捕獲を逃れた逃亡者がここに逃げ込むと、教会の庇護を受けられた。 聖域権ことからである大聖堂の多くは三口ありの向こうにさらに聖職者席と呼ばれる区域がある。ここでは司祭や修道士が個人的に祈祷することができた。しばしば大聖堂の東端に向かった位置に多くの礼拝堂が付加されている。最高位のものは聖母マリアに捧げられたレディーチャペルである。イギリスの修道院を基盤とした大聖堂には 礼拝堂のある第二の欲労を持つものがある。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。